はい、皆さんこんばんは、マッキーです。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今日もですね、皆さんに公式 LINE にいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。はい、それではですね、早速質問の方読んでいきますね。はじめまして、マッキーさん。マッキーさんには及びませんが、バツ2であります。そんな私ですが、大好きすぎて諦めきれない彼がおります。なんだかセフレみたいな扱いで、2ヶ月以上会わなかったり、始まりは付き合おうだったのに、始まって1月ほどで既読無視で、しばらくしたら連絡来てまた会うようになって、そんなこんなで1年半くらいになります。どう思います？会ってくれるうちは諦めなくてもいいのでしょうか？しつこいサソリ座の私は連絡もらえるうちは諦めきれないのです、ということでご質問いただいております。ありがとうございます。はい、それではですね、早速お二人のホロスコープのチャートを別途ね、いただいているお誕生日から見ていきたいと思います。女性の方が太陽がサソリ座、月が水瓶座になりますね。金星が同じサソリ座、そして火星が天秤座になります。対する男性の方なんですけど、太陽が水瓶座、そして月が双子座になります。どちらもね、風星座の、まあ、さらっとした好印象の男性という感じでしょうかね。ただしね、金星と火星、この恋愛を司る金星と火星が、金星が魚座、そして火星が蟹座ということで水星座になっているので、まあそれでね、サソリ座さんだったけれども惹かれ合ったっていう部分があったのかなっていう気がしますね。はい、でね、相性を見ていくと、太陽星座同士はね、サソリと水瓶は実はそんなに相性良くないんですね。ただし90度の角度は取ってないので、そこまで気にする必要はないと思いますが、がです。ただしこれね、やっぱりね、水瓶と、サソリはね、もともと水のエレメントと風のエレメントで性質がもう全く違いますので、そこがね、このミスコミュニケーションになってる原因かなっていうのはありますね。そしてこの女性のね、金星サソリ、それから男性のね、火星カニ座だっていうお話しましたけれども、ここがですね、角度を取ってるんですよ。良好な角度を取ってるんですよ。120度のね、トラインの角度を取ってるんですよ。オーブ4度ぐらいありますけれども。なのでね、ここでね、こう、くっつき合ったかなっていう感じなんですが、まあちょっと残念なことに、この女性の方がね、金星サソリで、男性が火星カニなので、どちらかというと女性の方が相手を好きになる。金星の方にね、どうしても恋愛感情乗るんですね。で、男性はね、蟹座のように行動してるだけなのに、なぜか女性の方がキュンキュンしちゃうっていうね、組み合わせになってるんですよ。これね、本当はこう逆だといいんですよね。逆だといいんですよ。そんな感じなんですよ。で、あのね、これね、私ね、ご相談の内容を読んでて、もうまるでね、相手の方がもう本当ザ・水瓶座さんっていう感じで、例えばなんですけど、そうだな、あのセフレみたいな扱いっていう風にサソリ座さんは受け取るのかもしれないですけど、水瓶座はね、結構真面目にお付き合いされてるつもりだと思うんですよね。その連絡ないとかね、その2ヶ月以上会わないとかね、これ水瓶座さんとか風星座さんってあんまり気にしなかったりするんですよ。特にね、この既読無視のところ、これね、私もね、水星座なので、この既読無視されるのってとっても嫌なの分かるんですけど、風さんってね、もうほぼ気にしないですよ、既読無視。あ、読んだんだみたいですよ、風さん同士だと。水だとね、これ読みましたっていうのでスタンプ送ったりとか、うん、分かったっていうのを一言こう返したくなるとこですが、これ風さんやらないんですよ。なんかね、風さんの LINE 見てると、水星座から見るとね、なんか業務連絡みたいに見えるかもしれない。いや、なんだろうな、こう情報のやり取りっていう感じ。風星座さんね、なんか水はね、なんかこう恋愛感情、気持ちをね、お互いの気持ちを表現し合うみたいなことをしようとしますけど、多分ね、風さんそういうのあんま好きじゃないと思いますね。だからね、既読無視はね、もう普通だっていうことなんですよ。だってね、しばらくしたら連絡がまた来るって書かれてるじゃないですか。これね、連絡来るうちって風さんね、気持ちがある証拠なんだそうです。それが例えば2ヶ月空いてようが3ヶ月空いてようが、だから思ってるから連絡するんだよって。でも水星座からしたら分かりますよ、こう頻繁にね、こうやり取りし合うのが水星座にとっては価値なのに、それがないっていうことイコール愛されてないっていうふうに受け取るじゃないですか、水星座って。でもね、
風は普通だっていうことなんですよ。だからここがね、なかなかね、そのサソリと水ガメが分かり合わないところだよっていう要因の一つになってるんですね。で、そのここでね、会ってくれるうちは諦めなくてもいいのでしょうか。そしてね、しつこいサソリ座の私は連絡もらえるうちは諦めきれませんって書かれてますけれども、私からしたらですよ、確かにね、金星と火星はね、良好な角度をとっているかもしれないですけど、でも自分の方が好きになる方で、相手はそうでもない。そして月同士はね、確かに風星座で相性はそんなに悪くない相性になってますけど、水亀とね、女性の月の水亀、そして男性の月の双子座、これ火星星座同士なので、あの相性いい方なんですよ。ただね、このね、太陽がね、違いすぎて、私ね、今でさえこんなにね、こう受け取りが違うじゃないですか。なんか、既読無視されてるし、私嫌われてるのかなとか、セフレなん私みたいな感じの、感覚をね、こう呼び覚ましてくる相手と、それでもね、一緒にいる必要あるのかなっていうのが、私だったら思っちゃいますね。だってですよ、既読無視がちょっと寂しいから、あのスタンプ1個でもいいから返してっていう風にお願いしたとしますよね。私これお願いするのは全然悪いことではないと思うんですよ。むしろカップルにおいてはすごい必要なことだと思うんですよね。なんかそういうこと、そういう気遣いにとても愛情を感じるっていう風に伝えるのはいいと思うんですが、ただね、相手はそれが素じゃないわけですよ。ここわかります？相手は努力してそれしなきゃいけない、素の自分じゃないわけですよね。で、そのうちね、やっぱりなんか慣れてきたりとか、逆にこう喧嘩した後とかは、またやらなくなっちゃいますよ。向こうの方またそれね、お願いしたこと。だからね、そこまでして、無理して付き合う必要あるのかなっていうふうに私は思っちゃうんですよね。だからそこはね、皆さんの価値観によると思うんですが、私はね、付き合い始めだったらよ、まあこれ付き合い始めじゃないですよね。1年半ぐらい経ってって書かれてましたけど、最初のね、数ヶ月で、なんかこの人違うと思ったら、だってほら、始まって一月で既読無視が始まったって書かれてるじゃないですか。その段階で私だとちょっと違うなと思って、諦めようとしますね。だから、サソリ座さんだからね、こう、ずっとね、深く、長く思い続けるっていうところがあるのかなっていう気がするんですよね。そう。だから、私から、ホロスコープの回答で言うなら、彼はね、気持ちがないわけではないと思いますってことね。ただしですよ、このやり方が彼のやり方なので、あなたがこの彼のやり方に愛情を感じてないのにこのまま行きますかっていうことだけは私聞いておきたい。だから今後ね、じゃあ努力してもう一回やりますってなったとしても、彼はずっとこうですよ。今日ね、私のカウンセラー養成講座を卒業してくださった方が書いてたブログが、水亀座のこと書かれてて、すっごい面白いこと書かれてたんですよ。なるほど、水亀座ってこういう感覚なんだってこと書かれてたんですけど、あのね、水亀座って宇宙服を着てる人のようなものだって書かれてあったんですよ。で、あの宇宙服ってすごく分厚いでしょ、まず。で、中に入ってる人はこんなね、ヘルメットみたいなこんなの被って、ここにちょっとだけね、外が見えるように、こう、なんか透けている、素材があるじゃないですか。でも、どんな表情をしてるかわからないですよね。他の人から見た時に。こうやってじっと見ないと。あと、すごく分厚いので、周りと接することないじゃないですか。周りの人と直接ベタベタ触ることもないし。なんか、すごく自分の超丈夫な、なんかパーソナルスペースですよね。水瓶座ってあんな感じなんだって書かれてて、めっちゃ面白いと思ったんですよね。水瓶座さんってパーソナルスペースに入ってほしくない人です。自分の、こう、完全に守られた自分のスペースっていうのが欲しいんですよ。で、相手からズカズカと入ってこられたくないんですね、そのスペースに。だから、なんかちょっとこう、あるじゃないですか、このご相談者の方も。こう、ちょっと距離感感じますよね。もう本当水瓶座さんだなっていう気がしますね。で、水瓶座さん的には、相手もそうなってほしいんだそうです。相手にも宇宙服着てほしい。で、その方書かれてるに、本当水瓶座ってめんどくさいよねって。まあ、ご自身が水瓶座なのでね、詳しく書かれてたんですけど、相手も宇宙服着て、こう、入ってきてほしくないし、表情もできればわからない方がいいと。これが水瓶座の世界だよって書かれてたんですよ。だからね、ちょっと参考にしてみるといいと思う。ここね、だって水星座だと、
こんな感じでしょ。そのね、あの宇宙服をウィリって後ろから破いて、お前出てこいってやるのがサソリじゃないですか。どちらかというとね、その人の本質の本質みたいな、なんなら宇宙服から出てきたパンツまで下ろして、シャツも脱がして素っ裸にして全身くまなく見るみたいな、でどんな顔してるかガシって捕まえて顔を見るみたいな、あなたの目の奥には何があるのぐらいの勢いで見たいのがサソリじゃないですか。ここ分かります？違いが。だから水瓶座っていうのはとにかくパーソナルスペースに入ってきてほしくない人で、サソリ座はそのパーソナルスペースを打ち破ってどれだけ融合できるかっていうところに価値を感じてる星座じゃないですか。だから違うよって、そこまで違う人と自分のね恋愛感情刺激されてるっていうだけで、これからもね一緒にいようってなるのって結構チャレンジだなっていうふうに私は思いますっていうことです。今日の回答で言うならば、これ結構面白くないですか皆さん。サソリと水亀ってだから90度になってるわけね。パーソナルスペースに入られたくない水亀座、それからパーソナルスペースを犯して、溶け合って混ざり合ってどっちがどっちかわからないぐらい一緒になりたいサソリ座ね。全然違うでしょ。はい、ということでね、今日はね相性のお話でしたけれども、ちょっとね参考になれば幸いですけれども、なかなか厳しいね。だから金星火星の角度が良くて月同士が悪くなくても、やっぱり太陽星座が悪いとね、なかなかねこれもねすんなりはいかないんですよ。まあ、ただね、とはいえ、あの必ずね太陽星座の相性も良くないとダメかっていうとそうでもなくて、私ね見てきたカップルの中では、あのそれこそね水瓶座の太陽、そしてサソリ座の太陽で、奥さんの方がサソリ座だっていう方で、とても仲良しさんの人いるんですけど、2人ともね本当に90度になってるんですけど、ずっと結婚されて幸せにされてます。だからね、どっかでねもう諦めるとかっていうのもある程度大事だと思うので、まあだから星座だけでね、なんか一喜一憂して、あーってなるんじゃなくて、自分を変えて、仲良くやっていくんだっていう、まあ決意が一番大事だと思うので、まあそこね、もうお互いに持ち合えるかどうかっていうところになってくると思います。はい、ということでね、今日のね、回答はいかがだったでしょうか？皆さんの何かのね、参考になれば幸いです。はい、こちらの動画ではですね、皆さんからご質問をお待ちしております。公式 LINE の方のね、アカウントに、友達追加していただいて、そこから送ってみてください。で、お誕生日、そうですね、お誕生日、生年月日と、それから生まれた時間がわかると、より詳しく知ることができますので、そんな感じで送ってみてください。はい、それでは皆さん今日もご視聴いただいてありがとうございました。また次回このチャンネルでお会いしましょう。じゃあねー。